あっちどっちそっち ADS。 ここからはゲストをお迎えしてお届けします。今回は虹の会講演会、障害者の自立と社会参加を目指してについてお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずは自己紹介をお願いします。私小蓮寺の地蔵院の住職の河野和人と申します。障害者のこの団体以外にも名張ユネスコ協会とか名張市宗教者連帯会とか名張芸能文化振興会などのなんか代表もやらさせていただいております。はい、今回はご縁がありまして障害者問題でお邪魔いたしました。はい、本当にいろんなことをされてるね、お忙しい方なんですけれども、今回はね、虹の会講演会についてお話伺っていきます。虹の会っていうのはどういったものなんでしょうか。はい、ご紹介お願いします。昭和の時代といいますか、名張育成会が誕生してやら、それからあの育成会が施設整備がされてどんどん利用者が多くなってくると、そういった中で育成会を利用されておる保護者会の皆さんがやっぱり育成会をさやねえかんというので講演会組織をされたんです。で、講演会組織は育成会を金銭的な支援をするという中で、それにとどまらずして市民の一般会員とか、また企業の皆様方にお入りいただいて、金銭的な支援をして育成会を支えていくというようなおおむねな活動がそのような内容であったんです。しかし、障害者といいますと名張で5000、現在ですけれども5000名ばかりの方が手帳を持っておられるんです。で、その5000名の内訳といいますと身体障害者の方が約3000名、やら精神障害が1000名、また知的障害、療育手帳を持っておられる方が約1000名と、合計5000名ぐらいというふうな、非常に多くの方々がおられる中で、私自分自身がちょっと左足の股関節脱臼もありまして、何か障害の中でできることがあればどうかなということで、育成会の中の虹の会というところに、で、虹の会は平成8年に誕生いたしまして、今日まで本当に名張育成会が素晴らしい、全国でも素晴らしい施設として発展してきています。で、それはいろんな皆さんの支えの中でできてくれる、その支えの一生の中で虹の会も存在しているというところであります。はい、平成8年からってことは28年続いてるってことですよね。はい、普段はどのような活動をされているんでしょうか。基本的には名張育成会が行う事業への支援協力と、今コロナで育成祭りとかイルミネーションですか、そういう活動はちょっと止まっておるんですけども、そういうところにも協力していくというのと、当初は名張社会福祉法人名張育成会講演会虹の会という名称で進めておったところ、障害が先ほど申し上げましたようにいろんな障害の方がおられる、その障害の方にも身を向き合わなあかんというところで、平成26年でもう社会福祉法人名張育成会虹の会というところをもう虹の会という名称だけにしたんです。で、その名の下で広く市民に障害者問題を理解していただくという意味合いの中で、現在は講演会、広く一般の市民の皆様方に障害者問題に理解をいただく講演会、いや、施設見学会で、施設も名張の育成会は今現在事業所が25の施設があります。25の施設を巡るという、また名張に限らずして県外で素晴らしい活動をされておる、障害者が利用している施設等を見学するというふうな見学会、またやっぱり育成を支えるという名のもとで、やはり名張のいろんな皆様方においでいただいてチャリティーゴルフというのが開催しています。令和5年がちょうど15回なんですけど、15回の15年の歴史があります。で、チャリティーゴルフで上がったお金を育成会に渡しさせていただくと、で、こういうような活動のもろもろの情報を会員並びに市民の皆様方に伝えやねえかんという思いもございまして、開放を発行しています。そういうような開放の発行と
主なそういうようなことなんですけども、まあコロナでまとまっておるんですけども、名張の毎年行われておる育成祭りとか、また冬のイルミネーションとかいうところにも支援を受けておること、また毎年秋に行われておる名張市の障害者スポーツ大会というのがございます。それは知的も精神も身体もと、皆様方が5、600人の名張の体育館で催すところについても、任意の会の皆さんが出て、そこで名張市のミニステージ増員とかライオンズクラブさんとかいろんな方々と知恵をつなぎながら、その活動がうまくいくように支援をしているというふうな団体の活動です。はい、はい、大きくまとめると、障害者の方のサポートで、まあ、お金の面での支援で、あと障害者問題について知ってもらうための活動を行っているっていう感じなんですね。ああ、そういうことなんです。はい。はい、ありがとうございます。そして今回虹の会で講演会が開催されるようになりましたきっかけなどは何かありますか？はい、先ほど申し上げましたように、名張で5000名の障害者手帳を持っておられると。はい。やら、その方々がいつどこで何をしているかとか、うん、またその方々は日頃ね、社会になかなか参画しにくいところもございます。で、いろんな情報の提供とかいうのも、またその講演会っていうものそのものは市民の理解を深めるというものの、やはり名張の歴史とか文化とか、やらその名張市の中でいる障害者の位置づけとかで現状とかこれからの方向等について知っていただく一つの日常としての講演会なんです。今までの講演会の内容は、で文化や歴史やという中では東照大寺の西山長老さんにおいていただいたり、皇學館大学の前の校長の清水さんにおいていただいたり、やら大阪で裁判所の判事されている佐藤先生においていただいたりというふうな、まあ、色とりどりの講演会をして、うん、でまた今回については講演会ですけれども、もう直接障害者と関わっておられる施設の代表においていただいて、その障害者の現状と課題ということについてのお話を伺う機会の講演会にしたいというふうな思いで開催をさせていただいております。はい、はい、今ね、いろんな講演会をやってきたってお話が出てきたんですけど、今回で何回目なんですか？ちょっとね、コロナでね、3年ほど止まってね、うん、私何回目かっていうのはね、ちょっとね、しかし、その時のなんか課題っていうのか、時代に合わせた内容で障害者問題の現状と課題ということに専門の大学の先生をお招きしたり、いろいろやっております。非常に記憶が遅くて申し訳ないんですけども、はい、忘れてしまうことが多いです、はい、じゃあその時その時にあった講演会をしているということなんですけれども、はい、今回はなぜこの障害者との自立と社会参加を目指してというテーマで開催しようと思ったんですか？ね、障害で持たれる方がね、意外と外に出なかったりね、から自分のことはできるけども他のところでどのような社会参加してるのかなとか、うんうん、いろんなことを、ね、考えた時にね、企業によってはね、素晴らしい活動してるなということをね、新たにね感じたんです。福祉法人の中の事業は当然障害者に目を向けたりいろんなところで目を向けられておるんですけども、一般のね、大手企業さんが障害者に向けた取り組みっていうのをね、されておるということを耳にしたり目にした時にね、あ、これはすごいな、こういうことをやっぱり世間社会に知っていただく、でそういうところで働く機会もあるんやなということを知っていただくと、そういうことで本来株式会社で大きな企業がね、うん、まさかね、このようなこと、私は勉強不足だったのか分かりませんけれども、大手企業さん、国業さんがね、特例会社を作って障害者を雇用して、そこで自立と社会参加の機会を設けていただいていると。またワークプレイスのしおりさん、はい、これは社会福祉法人の中のと申し上げた25の施設の中の一つです。名張市百合ヶ丘9番町にある施設なんですけども、そこの施設の中の
状態時を皆さんにも聞いていただいて、少しでも障害者問題に理解を深めていただけたという思いで、この講演会を催したわけです。で、その固い話ばかりでもなかなかですのでね、たまたまあのバイオリンを弾かれる方にバイオリン演奏を中に入れていただいて、あの会場を和やかにしていただきたいという思いで、あの第一部と第二部の間にあのバイオリンを入れるということで、あの計画をいたしております。はい、講演会だけどバイオリンが出てくるということですけど、はい、どういった曲が演奏されるのかご存知ですか？どういった曲が演奏されるんでしょう？私も以前文化協会の会長しようって音楽のことはもっと苦手、はい、私自身が僧侶という関係でお茶やらお花やらの関係のは精通しようんですけども、なかなか音楽の関係わからない中でも非常にねバイオリン演奏で心は和むっていうのかな、曲目は春の海というのと、や花は咲くという形内容で、まあ、あの演奏者は水谷真理子さんという方に、まあ、お願いをしているんです。これは、はい、今回お招きしている第一部のハートランドにおける障害者雇用と自立についてるというふうに、第一部ですね、はい、第一部のこの水谷徹さんの奥さんなんです。へで奥さんにバイオリンを重ねていただくというふうなところなんです。でなるほど。このね、水谷徹さんはねリコーダーっていうのかな、笛ですね、それを吹かれておって、名張文化協会の会員の一人なんです。会員でもねなかなか幹部の方の方ですけども、その水谷さんが、徹さんはリコーダー、奥さんはバイオリンというところで、毎年8月の15日で少林寺の山中で行われておりますアメリカ兵の追悼碑の時に、アメリカの国歌とまた日本の国歌をこのお二人がバイオリンとリコーダーでやっていただいている方なんです。はい、はい、じゃあこう夫婦揃ってということなんですけど、はい、今ね出てきました、はい、第1部では、ハートランドにおける障害者雇用と自立についてお話しいただくということなんですけれども、はいはいはい、このお話しいただく水谷さんというのはどういった方なんですか？水谷さんはどういった方なんですか？水谷さんはね、はい、群馬県の出身でね、うん、やら埼玉大学卒業されて国教に入社されてというのは平成元年、また平成24年に名張市で工場がある国教の方に移ってこられて幹部をされて、だから10年間名張でね国教の幹部でおられて、うんうん、でその時に、ね、名張の文化団体とかいろんなところとね交流を持たれて、でまた令和4年国教グループの特例子会社のハートランドの社長として就任されてるんです、うん、でこの水谷さんは先ほど申し上げたように非常にね人脈があるっていうのか、いろいろとね我々と親しく関わらさせていただいて気軽に動いてくれる方やというところであって、去年私ども二次の会の役員がこの住所がある船なんですかね、そちらにお邪魔して、うんうん、けどその様子を国葬の中のハートランドの中の様子を見せていただいたという結果があります。はい、ハートランドの社長さんということですよね。はいはいはい、では続いて2部制ということなんで、2部でお話しいただく内藤さんはどういった方なんでしょうか？内藤さんはね、はい、障害者利用施設における取り組みについてお話しいただきます。はいはいはい、この方は障害者の先ほど申し上げた、はい、ワークプレイス広島県出身の方でね、はい、若い方なんです。で平成19年に伊賀県域精神病院に勤務されておって、でご縁があって平成3年に名張育成会に入職されてるんです、うん、で育成会の中の
施設、前申し上げた、百合ヶ丘の、しおりの方で所長されているというところなんです。はい、で、そのしおりの中の、指導っていうのは、障害者の方が少しでも体を動かして、少しでも何か社会のためにお役に立つっていう、その作業っていうのかな、食事を作る配膳したり、から大きな企業とかいろんな企業から手作業の仕事が非常に多いんです。その手作業の仕事などをそのしおりの中に持ち込まれて、そこでその作業に従事して、でまたそれを企業に納めるというふうな指導をされたり、からまた私がお邪魔したら素晴らしいね、絵を描いたりね、その塩の中でね、なんかほんまに作家かなっていうぐらい素晴らしい絵をね、買う方をね、はい、指導されたりしてね、そういうところの施設の代表で日常的に関わっていただいているというね感じがいたします。じゃあ障害者の方とこう社会をつなげるような役目を果たしているという、ね、そうなんです。はいはい。さあ、ここまでご紹介いただきました障害者の自立と社会参加を目指して、この講演会は参加するのに申し込みや入場料は必要ですか？会場はね、名張市の上八丁というところの ADS ホールの前の名張市民センターの方で、3月の26日の10時から正午までと。で、参加いただく方は申し込みも不要ですし、参加費も不要です。自由に来ていただいて結構なんです。なるべく多くの方がお誘い合わせの上において、聴講してほしいなというような思いがいたします。はい、ありがとうございます。申し込み不要、入場料も無料ということですので、ぜひ気軽にね、足を運んでいただきたいと思います。はい、それでは、一度 CM を挟んで最後にね、この講演会に向けての意気込みなんかを聞かせていただきたいと思います。はいはい、講演会、少々お待ちください。はい、この後 CM を挟んでからちょっとお話を引き続き聞かせていただきたいと思います。今日は3月24日日曜日に開催されます虹の会講演会、障害者の自立と社会参加を目指してについてお話を伺っています。それでは一度 CM です。あっちどっちそっち ABS。 今日はですね、虹の会講演会、障害者の自立と社会参加を目指してについて河野さんにお話を伺っています。さあ、こちらの講演会3月24日日曜日に開催されるということなんですけれども、お越しになる方に何かこう注意してほしいこととかってありますか？特に注意してほしいことがございません。はいはい、どういった方に来てほしいとかはありますか？まあ普段ね、障害に関わってないっていうのか、そんな予測でやって思ってるような人にやっぱり気づきっていうのかな、そういう気持ちで来てほしいなというふうに思うんです。自分も年取ってくるし、障害でなかったも連れていたり眼鏡はげたり何かするのは全部障害に関わるような内容やというふうに私は思うんです。あんな障害者のことで障害者のことばかりという話じゃなくて、やっぱり優しい気持ちで、自分もいつどこで、また年いったら当然ね、いろんなものが不自由不便になってくるというようなこともありますので、他人事よそ事じゃなくて、自分を見据えた形の方向で来てほしいなというふうに思います。今はね、若とね関係ないと思っとってもね、いつどこで誰がということがありますので、はい、置いていただきたいなという思いです。はい、はい、別に家族にね、障害者の方がいるという方でもじゃなくても、はい、全く関係ない方でも、はいはい、そうなんです。少しでもね、はい、気になる方、はいはいはい、むしろそういう方が来てほしいですよね。はいはい、ちょっとよくこう知ってってほしいと。そうなんです。はい、そういう方ですね。はい、それではこの講演会のお問い合わせ先はどこになりますか？名張育成会の事務局の中で虹の会がありますので、名張三畑の名張育成会の0595-6565局の
0271というのは電話番号です。でそれ以外に私直接電話で受けてますので、携帯電話が 090-2261-0150 の方にお問い合わせいただきましたら、お答えさせていただきたいと思います。はい、何かわからないことなどね、はい、お問い合わせがありましたら、はい、090-2261-0150 090-2261-0150、河野さんまで電話で直接、はいはい、ご連絡ください。それでは最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。ね、障害者問題と言いますけども、現代ね、県とか市町における障害者施策というのはね、非常に素晴らしい内容で、市民に関わる元法を作っていただいているんです。で、まあ、おかげで障害者を取り巻く環境というのは大きく改善されてきて、私も股関節脱臼をしておりますので、障害者の一員です。非常にも感謝を申し上げます。駐車場にしてもエレベーターにしても、あるとあらゆるところで治療配慮をしていただいてございます。本当に感謝を申し上げます。しかし現在申し上げたように、5000人の方がおられて、でその障害というのは重度の方もおりゃ軽度の方もおられます。身体と精神と知的領域とも地域の一員として生活を営んでおります。お互いに障害の枠を超えて手をつなぎたいというふうに思っておるし、で自立と社会参加を目指しますので、市民の皆様方の温かいご支援をお願いしたいというふうに思うんです。声をかけていただきたいし、いろんな寄り添うこともしていただきたいし、でまた私どももこの優しい環境の中で皆様方に対しては感謝の気持ち、ありがとうということも私どもは忘れてはならないというふうに思っております。以上でございます。はい、ぜひね、他人事にはせずに、よりこう障害のことについて詳しく知れる講演ですので、はい、3月24日日曜日、名張市民センター2階集会室にて、朝の10時から12時まで開催されます。はい、虹の会講演会、障害者の自立と社会参加を目指してお出かけください。はい、よろしくお願いいたします。今日は河野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。機会を与えていただきましてありがとうございました。またお待ちしてます。はい、あっちどっちそっち ABS